プレイングマネージャー、ホストクラブにおける異質の役職であり、プレイヤーと運営スタッフの二足のわらじを履く存在。今回はトップダンディ5でプレイングマネージャーを務める男、龍馬に密着。でもやっぱ5すごい楽しいでしょ。5めっちゃ楽しい。よかった、龍馬さん最高です。イエーイ。龍馬さん的に自分ってどんなやつですか。都合がいい男。女の子が好きな担当がいて、担当がやっぱ僕と仲いいので僕のためにシャンパン入れてくれる、なんかこういう流れもありますし、まあ、実際は担当のためが好きなのでシャンパン入れてくれる。僕はきっかけな形なので、普段素直に言えないところを僕がきっかけだよって言って、龍馬さんがついてくれたからシャンパン入れるよっていう部分で大義名分ができるので、そこがいい男なのかなって思ってます。全てが担当の責任じゃなくて、まあ運営も噛んでるよ、いろいろ聞いてる部分があるので、まあそこで僕がダメなとこはダメで僕が責任負えばいいし、まあいいとこはいいで僕は責任負えばいいなって思ってるんで、全ては店のために僕は尽くしてる感じですね。イエーイ。今これは何やってるんですか。ラストオーダーですね。ラストオーダー聞いて帰ってもらうんです。その間のなんかラストオーダーを取ってます。金としての動きとしてはこれが何が待ってるんですか。皆さんに伝票配って、あの料金もらってそれを提出するって形ですね。売上をカウントしたりする人は違う人がいるんですか。あ、そうですね。ちょっと今僕お酒飲んでるんで、お酒飲んでない人が。ファイブの社長を務める龍星へ、龍馬プレイングマネージャーの人となりを尋ねる。龍馬さんってどんな人かっていうのを教えてください。彼の、まあ、その出会いから言うならば、僕があの40歳で現役ホスト復活を決めた時に、僕がそのお店から2号店を自分がやるって決めた時に、伸び悩んでる子たちを伸ばすことが僕のミッションだった中で、やっぱりまだ龍馬自身がちょっと伸び悩んでいた部分があったので、じゃあ龍馬を5で伸ばそうで龍馬を連れてきたんですけども、 iOS でも一番の、まあ、ヘルプとして呼ばれた一番の人気者だったので、すごく気を使いましたね。少なくとも収入面では絶対に彼が上がってないと5に連れてきた意味がない。あの、まあ、オープンするってなった時に、龍馬一緒に頑張ろうよと龍星社長にお声をかけていただいて、プレイングマネージャーって立ち位置になったんですけど、歴が長いからこそ見えてくる部分あるし、運営側が思うこと、プレイヤーが思うことすごい分かるんで、ここをちょうどフラットな状態にしたいなと思って、そういう立ち位置でプレイングマネージャーやってて、より良くしたいなって気持ちでプレイングマネージャーしてますね。どういった経緯でトップダンディ5にいらっしゃったんですか。 YouTube 等で、龍星社長を、知ることになって、この社長の下で働いてみたいなと思って、こちらの店舗で働くことになりました。その際に龍馬さんに面接していただいて、何度かこちらに来た時に、食事だったりとか、そういった形でいろいろコミュニケーション取らせてもらって、同い年だったのもあったので、すごくお話しやすくて、そういうとこからちょっとずつこのお店に入りたいなと思っていきました。龍馬さんってどんな人って聞かれたら何て答えますかね。明るい人、あとは、まあ、優しさというか情に熱い人だと思います。龍馬さんとはどのぐらいのお付き合いなんですか。もう20年ぐらいですかね。中学校の時に野球一緒やったんで。付き合いが長い橋本さんから見た龍馬さんのいいところを教えてください。やっぱ社交性がすごいありますね。誰にも人見知りしないですし、みんなから好かれるところがいい、やっぱ一番いいところかなと思います。龍馬さん、はい、このトップダンディ5においてどんな役割ですか。はい、そうですね、あの運営とプレイヤーをつなぐ存在ですね。やっぱりプレイングマネージャーという役職を与えられた、でそこに僕誇りを持って一生懸命頑張ろうとしたっていう結果で今の立ち位置があって、ヘルプつくだけがプレイングマネージャー、運営のことするだけのプレイングマネージャーっていろいろあるんですけど、5の中であのより良い形を僕は取るために動いてました。彼がもちろん現役として花も咲きましたけども、やっぱりそこから運営の方に回って、テーブルもプレイヤーとしてもある、もう彼のヘルプ能力が全開に出されてます。龍馬に至っては、プレイングマネージャーという本当に、彼ならではのポジションです。やっぱりファイブの武器は何かというと、やっぱり運営の子たちがすごくとても強いと思います。その中でも龍馬は、プレイングマネージャーとしてそのテーブルを盛り上げる。だからこそ今日も彼をそのシャンパンホールで呼ばれる場面がとてもたくさんあり、見ててやっぱりあ、さすがだなって思いました。やったー、皆様いい出来たー。これが
からも王者のためよろしくお願いします。本当にいつもありがとう、大好きだよ。ヘルプ力に関して、ね、かなり評価されていたと聞いています、はい、それを聞いて率直にどう思いますか？いや、僕はすごい嬉しかったですね。売り上げ上げることがやっぱりフォーカスされる部分がすごいあるんですけど、そうじゃなくて普段来てくれる女の子に対してのアプローチだったりとか、僕すごい、まあ自分で言うのもあれなんですけど得意と思ってて、で女の子が僕を気に入ってくれる、あの女の子と、まあ、担当との喧嘩とか、そこの仲裁に入ったりとかで、キャストに龍馬さんあそこ喧嘩してるんですよって言われた時に、あの僕が行って収めるっていうことがすごい得意です。そういうとこを評価してくれる、あの龍星社長にはすごい感謝しております。お店が今閉まって、今時間が1時ですね。代金としてはどういう仕事が待ってるんですか？ あとはあの今日、飲まれた、ドリンクを発注して、あの次にあの補充するって形でやってます。これからの龍馬さんの展望を教えてください。やっぱ今5で、あのすごいいい流れ来てて、キャストが増えていて、まあ、2号店できる、まあ、拡大店できる、まあ、もちろんなんですけど、まあ、両方見ないといけないので、僕が、まあ、エリアマネージャー2店舗見て5グループの子たちを成長させていきたいです。次回、整形プロジェクトのその後に迫る。お見逃しなく。